今日、下北沢からお送りするポッドキャストプログラム、UKP ラジオ UK プロジェクト代表、遠藤光一ですポリシックスふみです所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり音楽の話をしたり UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです皆さんからの感想などもお待ちしていますハッシュタグ、UKP ラジオをつけてツイートお願いしますさて、今回は音楽の仕事の話 株式会社ビーパイロットの代表取締役村松秀人さんが来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村松秀人です。U K P ラジオ秀人さんっていういうことないもんね。秀人さ俺も今もこの感じも不思議ですもんね。村松さんはですね。はい。村松秀人でいいですよ。い人ですいつの努力ですよ。緊張しちゃう。本当？まあ秀人ははい。 <laughs> 元ブルーボーボイ、ねうん、あとセパというバンドもね、うん、やっててベースを担当されていました、うんね、でセパ、まあ、解散後、うん、音楽業界の仕事っていうか裏方の仕事に転身されましたね。うん、で UK プロジェクト一番濃かった付き合いはそのセパっていうバンドをやってらした時に、うん、セパの、うん、音源を まあうちで流通させていただいてたんですね。うん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 。そこからのそうです。セパンの時は知り合ってるけどブルーボーイの時は知り合ってないよね。すれ違ったぐらいじゃないですかね。知ってましたよエンドさんのことは。あ本当？レピッシュとかのライブとかかな。ああそっかそっかそっかそうですね。はい。そねその時ってさブルーボーイってさ所属プロダクションってどこだ？キティです。 ティレコーードエンタプライズつまりそのうち登場する、さんそうです。志村さんがいらっしゃったシティに、村松さんもいらっしゃったわけですね。そうでございます。僕はいたって言っても、アーティストとしてですからね、働いてたわけじゃないですけど。なるほど、なるほど。そうなんですよ。僕ら 僕ね、ブルーボーイってみんな高校生みたいな感じだったそうです、デビューの時は高校生ですね、ライブハウスで夜の部とか昼の部とかあるじゃないですか、ブルーボーイ高校生だから朝の部とかやってたもんね、朝のデビューライブっていうのは朝ライブっていうのやりました、早朝ライブって、午前中にやるってことだよね、午前中といっても、時か8時とか。 登校時間みたいな時間に。そうそうそう。前の日に本当にホテル泊まってライブハウスの近くに。うん、で5時とか5時半に起きて、でライブハウス行ってリハしてみたいな感じでしたね。相当早い俺、ね。<で>はい。それってやっぱかっこいいなと思って。夜の部があって昼の部があったあ,ある、ね、ある、ね、あんであるんだ。朝の部っていうのは。 ブルーボーイだけブルーボーイ発明。う一応あれ世界初ってことになってるらしいです。サブなんて聞いたことないもん。それはそうだ。覚えてます覚えてます。よく覚えてます。八時はすごいね。だマジでライブが終わってあのその日車で学校休みの日だったんだけど夏休みで移動して普通にファーストキッチンとかで朝ごはん食べてましたね。九時とかに。九時十時ぐらい。そう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 。いいですね。覚えてる。 やっぱそのブルーボーイ時代って学校も行く、はい、ライブもやるって言ったじゃん、はいはい、それってそう,いうそういう高校だったのいや全然僕は普通の県立高校ですあの堀越学園的な、はい、ああの芸能と勉強を両,両方やるみたいなことではない学校いわゆる県立高校ですうん,うんなるほどねはいなかなか両立大変な大変じゃないそれ それは大変でしたとにかく眠いんですよ高校生よく寝るじゃないですかあ寝ますねなので朝がとにかくきつくてで学校終わって5時とかから一応仕事が入ってるわけですよで10時ぐらいとか11時とかまで働いて12時ぐらい家帰ってきてまあ遊びたいからちょっと遊んだりもすると夜中に帰ってくるじゃないですかでも朝7時とか8時起きなきゃいけないじゃないですかこれは結構ね 大変でしたね。相当ハード。うん、なるほどね。ね休みがなかったんですよ。まあ、言ってみれば。長官も、長官も配るし、学校も行くし、夕刊も配るみたいなことでしょ確かに。<laughs> 確かに。で、夜遊びしたい盛りじゃない。ね,<え>ね、遊びもね。今、秀人は、確かに言ってくるんだけど。す、うん、げえよっていうの待ってから、間違え。 何言ってんだっていう顔 <laughs> ごめんね横目でも見えたその顔見えて見え見えた <laughs> 秀人とっていいやつだったないやでもあのあれですよ学校はもうほとんど高校三年生の時なんかは、うん、あのい行ってるんですけど遅刻もせず欠席もせずっていうのが一年間たぶ三日ぐらいしかなかったですああああ他はもう遅刻してるか休んでるかみたいなうんなるほどねうんそれはそそんな そんな生活態度だけど高校は卒業できたの一応単位を取れば卒業できるみたいな感じだったんじゃないですかねなのでギリギリ単位取れると取れないかみたいな感じで学校行ってましたねはあすごいちゃんと卒業して偉い計算してねこの授業は出なきゃいけないみたいなあそっかうまいことだからこの日はちょっと仕事入れないでとかいろいろまあ基本昼間は灰にならないからあそっか昼間は行けるんだけど俺が行ってないだけそういうことかそう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 眠いからうん眠いから いやあなんか年を取るっていうことは大変なことですね。僕あの朝ノブ見かけたのがあれから30年経つんですね。うん、そうですね。あれ93年の7月ですね。そういうことですね。うん、じゃ本当にで今更デビュー30周年のブルーボーイがサブスク解禁するんですね、はい。そうです。<laughs> ねすごい。そうなんです、ね。ちょっとごめん。その音源の権利はどなたが持っていらっしゃったんですか。はい もともとはキティとその原版とかそういうキティレコードがあってたんでしょうけどその後あのユニバーサルにあの会社がそのまま吸収されてなったのでじゃあユニバーサルの方がブルーボーイを30年ぶりにサブスク解禁,解禁しようっていうふうにユニバーサルの方が盛り上がってらっしゃるってことあるんでかそうだといいんですけど、うん、そ,れそうしときましょうかね。 か待望みたいな感じじゃないですか、その本が。ユニバーサルさんからぜひ30周年サブスクやりましょうみたいな話だったら、いや、実は僕がたくさん強いよやりましょうってなんですけど、僕から1年ぐらい前に連絡して、ちょっとサブスクやっていただけませんかっていう問い合わせ入れたんですよ。やっぱね、ユニバーサルはね、世界三大メジャーの一角ですから、そうです僕らインディーズ暮らしが長いんで、ひがみもあって。 ユニバーサルからってすごいっすねあらやっぱそれは村松さんとか秀人さんとか言いたくもなりますよいややめてください可愛いんで <laughs> <laughs> でもなんかちゃんとやってくれて本当嬉しかったですね今若いバンドとか、まあ、この後仕事の話もしますけど若いミジシャンと付き合うじゃないですかでみんなサブスクじゃないですか「うんうん、で俺もバンドやってたんだよね」みたいに言ってもないわけですよ そうだよねここでちょっとスポティファーいいみたいなブルーボイ検索してみとかってこれは俺だよみたいな言えるじゃないですかそれ飲み屋のネタにもなるなるよねめちゃめちゃなるね。って思ったんですよね。6月23日からもう解禁されてるんですよね。そうですななるるほほどど そうかえ遠藤さんと飲んだりとか村松くん飲んだりとかって結構するあのねサシで飲んだことは一回もないですけどそうなんだ例えば僕が飲んでる時に隣に隣で秀とかいるとかそういう場面あるよねそれは結構ありますねそれはまあまあままああ良い点でもあるし隣のテーブルあとピーチとかでもある 行動範囲飲み屋さんの行動範囲が比較的近かったりとかと、まあ、多分僕も遠藤さんも種目と長いんで <laughs> そういう人が行く店に行ってるっていう <laughs> そういうことだよね、はい、そうっす、うん、なんか負け残りみたいな、ね、<laughs> 負け残り <laughs> <う>勝ち上がりですよ <laughs> で <laughs> いやいやいや、えー、いやだから要するに朝までやってるところに行きがちじゃん、うん、そうですね,そ,うねそれはやっぱね とっとと帰った方が、次の日もいいし。あれ負け残りね。そうですね。はい、帰った方がいいと思います。マジで思います。ピーチなくなるんだよな。そうなんですよね。下北のすごい、あれもう何年やってるお店。ピーチって。来年来年来年で。五十周年。あ、五十周年。五十周年記念閉店。おお、もう。半世紀やったからいいだろうという。うん、すごい昔からある。 まあ、ロックバーって言ったらいいんですか。ロックバーですね。僕初めて行ったの、多分下北のロックバーあそこですね。うん、私も多分そう。一応、一応ピーチの、あのマスター中井さんが言うには、下北で一番古いバーが。あ、そこなんですなるほど。そうなんだ。まあ、建物から見ても、そんな感じはするけどね。そっか、そっか。なるほど、なるほど。で、まあ、えセパの話に戻りますけど。ブルーバイオは。 <で>はい、セパはいつ結成されたたんでしっっけえっと1998年でその年の9月にブルーベルー解散したんですけど、うん、解散って決まってから解散ライブまで結構時間あるじゃないですか、うん、その間にもう次のバンドを作ったのでそのセパを結成しようと思ったので、うん、もうその9月に解散して10月にはもう初ライブやりましたね1か月後すごいねそれって、はいいやすごいね、はいもう キャロブ解散した後、A ちゃんはついソロプロジェクトを目指してるみたいなこと,と一緒だよね。そ,それそれはいい例えですね。うそうです、その通りです。えって思ったよ。いい、そうですねって言うんだっていう顔をしてますけど。<laughs> 同時進行というか、こうちゃんと水面下で準備をしてすぐ間なくできるようにみたいな。うん、それやっましたね。なかなか大変だよね、それも。 いやでも,もうバンド解散するってなったら解散したことある人は分かると思うんですけどもうほとんど練習もしないし曲も作んないしそのライブに向けての練習しかなかったからもうそのバンド新しいバンドの準備をずっとしてただからそとかそっかはいなるほどね、うん、で解散の2000年でセパンを結成したわけですけどもはいセパも解散すするわけでねそうなんですよ、ね、セパンも何年やった8年8年ぐらいやったのかなはい、うん、ね 解散いやそのセパはうちでも CD 流通させていただいてたんではいでその後はスタッフになるんですねそうなんですここからそうなんね定築でまずは定築、うん、そうですね定築ですね、うん、定築の時はディレクターだったんですかディレクターですでそのディレクター時代はどんな地層を担当なさってたんですうん、うん、えっとドハツテですね<ー>バンド系で言ったドハツテと、はい、あとゼロソウルセブンっていうあの ちょっとこうヒップホップと DJ と ANDJ2MC みたいな、うん、そういう,こうグループやったりとかバンド系でいったらまあこの辺が話分かりやすいのは発展ですねうん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 どう発展ですねはいね、定築を経て、はい、レーベル兼マネジメント会社のムービングオンっていうところにいわけですねそうでございます、うん、ムービングオンでは、はい、何なさってたんでした 最初は制作ディレクターで入ってくれって言われたんですけど帰りつつ新人バンドをデビューさせることになりスタッフも少なかったので僕がそこでマネージャーをやれと言われてそこからマネージャーをやることになったんでそこから基本はマネジメントでアーティストによって制作を担当するみたいな感じですかね。なんとなく僕が連絡する時は。 としてぐれの窓口みたいな気持ちはあったそうですね俗に言うチーフマネージャーってやつですかそうあとはあとはまあまあペギーズあそうですねザ・ペギーズ活動休止しちゃいましたけどやってましたね あとはどなたたととされてんですあは黒沼秀く君っていうソロのシンガーの子とかシンガーソングライターの子とかあと「ハッピーバースデー」っていう2人組の女の子のバンドで今ラッパーのアッコゴリアとやってたりボーカルのキサさんもソロでやってたりとかするグループやってましたね。でムービング・オンでね輝かしい業績をね作り上げたあげくですね ええ、2017年は独立して、はい、現在代表取締役を務める株式会社 B パイロットを、はい、作ったんですねそうなんでございます、うん、一応聞くけど、はい、B パイロットって社名ってどういう気持ちでつけたんですか、はい、これはその当時ムービングオンにいた時にちょうどペギーズがあのデビューするタイミングでペギーズのマネジメント業務を行うっていうので、うんうん あの会社を作ったので、はいえっと、ペギーズの頭文字が P からだったので、うん、P から始まる単語を考えようって言って、うん、でペギーズの子たちと考えてた時にパイロットって B, B は何ですか B は、えっと、アーティストが A、うん、で B は ABC で言った B、うん、こうアーティストを支えるっていうのが BA、うん、の下は B がいるみたいなので B パイロットっていうようにしようって決めました、うんうん、つけた後に。 あ後本当は、うん、本当は、うん、僕がそのセパをやってた時に作ってたレーベルが B から始まるレーベル名詞を、うん、それジュン・スカイ・ウォーカーズの森淳太と二人で作ったんですけど、うん、あのその時に B から始まるので別府スプリングレコーズっていう彼の出身地が別府だったんで、うん、B から始まるにしたんですよ。うん、それは何でかっていうと、うん バットミュージックっていう会社を名前を森潤太がつけてで B から始まるのにしたいなっていうのもあってつけたんですよだから自分が会社作る時も絶対 B から始まるのにしようと思ったんですよところがどっこいブルーボーイも B じゃないですか、はい、あこれはいいと思って B にしたんですよ <laughs> なるほど、はい、これはいいって後からパイロットだけじゃなんかなと思って。<laughs> ふみちゃん今笑ったけどそんなに面白くないいや面白くてその内容っていうかそのスタンスでええんかっていうので後からねはいそういうね意外と何後からうまく言えちゃうタイプだもんねなんか考えたすごいすごいなるほど B パイロさっきの「支える」みたいな話バックアップの B でもありますからねえとか 遠藤さんの顔、苦虫顔。秀言えばいいっていうもんじゃないよ。すいません。何も思ってないくせに。まあ、本当のことはさっき言ったんで。うん、そうだね。そうだね。はい。はい。その後ですね。秀人さんはですね。熊本県民テレビの M. C.。うん。はい。ね。まあ。さっきも言いました。低地ではドーハっや。ゼロ、ソルセブン。ね。 などやってますね現現在は、はい、現在ははい、会社では m i u k と書いてミ u クっていうシンガーソングライターの女の子歌手の女の子やってたりとかあとはそのペギーズにいたドラムのミクちゃんっているんですけどその子のサポートしたりとかあとはさっきも言った「ハッピーバースデー」のドラムだったコゴリララッパーの彼女のサポートとかやってますね。はい マネージメメメンンント業務がメイイなんですねあとはまあ自分でちっちゃいスタジオ作ったんでエンジニアがいるのでうん、うん、エンジニアさんのマネージメント2人で会社作ったのでうん、うん、で、まあ、スタジオの運営とか,、はい、か制作周りを受け持って自分が制作したりとかやってます、ねうんうん、なるほど、はい、いろいろアーティストの、まあ、音楽制作などしてるけど、うん、会社、まあ、要するに独立しよう会社を立ち上げようって思ったきっかけとかって何かあったんですかきっかけ。これも、うん

それが会社作ったの6月なんですけど言われたとかよしやるぞと思ったららゴーールデンウィク前ぐいだったんですっごい早くないし会社なんて2週間あれば作れるよみたいなっていう話とかは聞いてたんだけどその時がちょうどザ・ッペギーズっていうバンドがデビュータイミングでめっちゃ忙しかったんですよ月のうち1日しか休みないみたいな感じで動いてたから。 それは大変でしたね資料を集めたりとかなんかそういう法務局とか行っまあやってもらいましたけどその人と会って打ち合わせとかあとはんこ作ったりねハンコ作ったり税理士さんと会ったりとか出資金をねそう出資金集めに行ったりとかやりましたねそれ2週えその1か月とか1か月ないぐらいでそれこそ出資金をしてくれる人にペギーズのライブに来た時に本番前に喫茶店で通帳とかんかそういうこう 書いてもらうとかやってたそれは分かるめちゃめちゃ時間ない中だからちょっと出るっつってやるみたいなはあ免許証のコピーを預かったりとかそうやってましたねあそうだねうんそれはなかなか大変まあそんな中でこうズズンどれズズンって失敗それ聞いちゃう今までのじゃん 仕事の中で失敗したなっていうことをまず聞いてもいいですかこれね本当に仕事であ失敗したみたいなのってほとんどないんですよやらかしたとかってでも仕事以外でやっぱ酒が好きなんで記憶をなくすでああいうこと言われたとか言ってたとか朝起きて全部覚えてないみたいな「マジで?」みたいな「ほんとごめん」みたいな「ほんとすいません」みたいなは結構。 段階ある遠藤さんシンパシーみたいなものを感じたりとかでも秀人もうさ10年ぐらい我慢した方がいい僕最近そういうことが多くなって秀人の年の時はなかったあらなかったような気がする覚えてないだけ説もあるよねそれもあるかもしれないし言えなかったとかって人がねあるかもしれないけど僕はもうそれをもう 心に止めて最近はないようにしてます。会社作ってからは数回しかないと思います。数回はあるんです。ある。ある。はある。お酒好きだからね。でもなんかセミになったりとかしないですよね。ちなみに酔っ払って。セミ？セミ？セミって寝るってこと？なんかなんかわけのわかんない言葉ミミミミ。ある。秀と見たことある。 見たことあるちななみにそういういいのかかんないことを分かりますずっと秀人が言ってるのは見たことある俺が一人でブツブツなんか言ってるのあまあじゃあ遠藤さんが見たことある俺は秀人がミミミミ,ミ言ってるの見たことあるセミ仲間じゃん俺はだから記憶がないから基本遠藤さんと会う時はどっちかって多分記憶あんま覚えてないことが多いんでかな 遠藤さんもすごい飲みすぎた時に後々判明したしかもこれその時の動画があったから判明したっていう話でなんか「セミになってた」っていうんか日本語喋ってないよねミーみみ」ってずっと言ってるブツ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 なんか言うやつだああそうですないセミになってセミになってっていうやべえなすいませんえっとはい 逆にですね、成功した。嬉しかった。嬉しかった。あ、嬉しかったこと。嬉しかったこと。まあね、その成功っていう自分の中でこれが成功したみたいな全然ないんですけど、嬉しかったこともたくさんあるんだけど、その中で言うと、そのシグレの TK 君ってソロを僕が担当してやった時に作った曲がアンラベルっていう東京グルってアニメのあの主題はい、東京グルはいわかります。その曲がまあ。 世にたくさん聞いてもらえたんですけど、その後に日本人の楽曲で海外で聞かれたアーティストの曲1位だったんですよ。それは数ある曲いっぱいあるわけじゃないですか。アーティストじゃなくて曲ですから。曲だもんね。それで1位になったんですよ。これは嬉しかったです。ね嬉しいよね。それは嬉しいよね。嬉しかった。でも秀人歌ってもないし、演奏もしてないし、曲も書いてないよね。 曲も書いてないし、演奏もしないですけど。それは TK ーケー、テさんが。ティさんがいいっていうことで。そうですね。ヒると歌ってないよね。歌ってないですね。演奏もしてないよね。曲も書いてないよ、ね。曲も書いてない、ねで、でもスタッフってそんなもんじゃないですか。でも、ありがとう。でもですよ。この曲を。デモテープ、ある程度こう作って、こんな曲にしようと思ってるみたいなやつを。送られてきたの、多分最初に送られてきたの僕ですよ。 じゃ世界で一番最初に聞いたのは一番じゃないとダメなんですか。いややっぱね。二番目じゃダメなんですか。いや二番でも一三番でも全然僕はかオッケーですけど。エノさん面白い絡み方しますね。楽しいとこう絡み方。まあ嬉しい。それ嬉しかったのうれしかった。うんうんうん。なるほどね。今の仕事のね。はい。今の一番のやりがいってどんなことなの。 これはですねやっぱこう新人アーティストとかもそうなんですけど、うん、まあ目標を持ってこういうことやっていこうよみたいな時にじゃあライブにしても楽曲にしても、まあ、ベテランのベテランとていうか長いアーティストもいるんですけどこういう曲作ってみようとかこういうライブに作ろうって言った時に自分はこれぐらいやってくれるよなって。 っってて思楽しみにしてる時にすごいいいライブをやってくれたりとかあと曲とか歌詞とかがこういう曲作ろうぜって言ったの全然違くてもなんていい言葉を歌うんだみたいなそういう時がうわってなりますねキャッチボールの中で自分が投げた球よりももっといい球が返ってくるそれはもう一番やりがいですね面白いなるほどねあそれの感じってちょっとやっぱディレクター ディレクター体質みたいなの出てんね,なんかねそうですかディレクションとかもやってた時期あったので、うん、キャッチボールっていうこと,う、ね、ことの中ではね、うん、でもともとはプレイヤーだったわけじゃんはい、うん、プレイヤーの成分とディレクターとかそういうスタッフの成分は今考えるとどっちの方が多いような気がします今の自分ですか、うん、完全スタタッフディレクー自分は才能がないということを認めたわけですから、うんうん 全然あのそっちの方が強いですね。じゃあ今のポジションが結構いいんですね。楽しいですね。インディーズでバンドやってた時もデビューしたんですけどそれまでスタッフとかもいなかったので全部自分でやってたからそれも多分好きだからできたんだと思うんですよね。やってることが苦じゃないっていうか今とか自分がサポートしてるミジシャンとかはやっぱ全部自分でやるのが苦だからそれをちょっと。 村松さんやってくれませんか?」とか「これやっといて」って言われたりとかする仕事が多いから自分は多分そういうのが好きだったんですねこの仕事が。経てへえ。それこそね20代前半ぐらいの時は絶対武道館だ東京ドまムだ行ってやるみたいなって思ってましたからね本気で。そううい うん、そういう時間は必要だよね、うん、バンドやるからに、みたいなね,、うん、ね、別にね、大谷さんだって、長嶋さんだって、うん、10分のうち、回ぐらいはアウトになってんですよそうですね、<laughs> それはもうよくわかります、3割打てればいいんですよ、3割打ったらも神ですよ、うん 2> で、2割前半でもプロで食ってきますからね、野球選手。 2>, うん、2割前半打てればそこですねそんなに脈絡のない話を秀人は拾ってくれるんだな好きですからねあ野球好き野球も好きサッカーも好きだしスポーツが好きス,スポーツその2つは好きです思わぬところで遠藤さんがね <laughs> あそこそんな拾うんだみたいな<人> <laughs> 高校野球の予選とか今でも見に行きますもん本当に,見に行行くくんだ行く小松球場<ー>近いから 結構本気で好きだね、はい。結構好きですよ。ひで、ね、さん、あはい、マネジメント業務や音楽制作などアーティストに近いところの仕事をする上で大事にすべきことって何だと思われます、ね？これ真面目に答えた方がいいんですよね。うん、これはあの絶対的に思うのは嘘をつかない。うん、あのとあとは人とちゃんと話す。 それが嘘なの。はい、今のが嘘なの。え、真面目に話してます。ちゃんと話してます。まずは、こう仕事する相手に。は真摯に向き合う。っていうのが一番大事かな。<ー>時にはね、つかなきゃいけ、いけない嘘とかもあるんだろうけど。<ー>それは嘘ではないとして。中条きよし的な嘘。<笑><笑>そこはまた難しいところましは。はい、すみません。はい、すせんですかね。ちなみに、その真面目じゃない答え。 で何かあったりしたの今今んだっけ質問なんだっけ音楽いやー音楽は仕事で最も大事にするアーティストと近場にいて最も大事にすることって何ですかノリですねみたいなそれをふざけたら行けでもでもそれも大事だったりするよねそしたら何行こうみたいなうんだねそういうのも大事ではあるんだけど本当に大事だよなさっき言ったことですねなるほどうんどうしたの遠藤さんうん 両方合体するノリ真剣真剣に遊ぶってことかな仕事遊びだと考えたらノリとでもちょっと違うかまとめなくてごめんなさいノリと真剣両方あるのいいよね素敵だよね人間関係ですからね人間が動きますからねやっぱり水売ってるわけじゃないんではいコミュニケーション大事 コミュニケーションス、うん、休みたいとか怠けたいとか、うん、その時は死ね死ね徹夜それが人間ぞ火炎体今も聞こえるあの袋の声それカラオケでやりましょうカラオケでやりましょうね なんで今歌ったのでそれが人間ぞいうをああそ,そこを伝えたかった、ね、そう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 多分遠藤さんの歌をこう電波に載せたいわけですよこの音声に載せて世界に届けたいわけですよ <laughs> そういう野心も遠藤さん持ってたっていうのがいいなんかちょっと前の話とつながる、ね、僕,僕裏方なんでいやだからこれから裏方なんでこれからがあるじゃないですか裏方が割わりに歌うなみたいな、ね、僕プロデュースしましょうかあプロデューサーに行けた <laughs> こね遠藤さんがやるってったらすごい作家人集まりたくさん作曲してくれる人こそこの間このテーマ曲をデュエットで私と遠藤さんとっていう話で冗談で出てたのそうライターの三宅君っていうそういいじゃんそういうの作ったらみたいな話をしてて遠藤さんはかたくなにいやもう僕は裏方裏方というそのもう一人の僕が一生懸命この「僕」を。 止めるみたいなこと言ってたんだけどまあ要考えたら要歌うんですよねだかちょっと溢れちゃうのかな歌いたい気持ちがみたいなでも裏方なんででもプロデューサー見つかりましたよなるほどでもまあまあ秀人がプロデューサーでいいですけどでもここのアーティストさん遠藤アーティストさんは首を立てにくらなかったんですねこういうやらないや無理とか言いそういいそう やっぱ曲を提供してくれるのがね、うん、野田さんだったら、うん、無条件でやりますよ。野田さんというのは野田洋次郎さんですか <laughs> そうです,大きく出ますね。来ま,ましたね、これ。来ましたね。大きく出ましたね。えっ、ね、えっ大きかった、今。お出たこうう、これですよこういう、こうい、ね、う。えー、<laughs> デビューしてないですけどデビューしてないのに、もうやる気だけだっ,てってた <laughs> <laughs> はい、すいません。<laughs> はい えーっとこれからについてちょっとお伺いしちゃってもいいでしょうかははははい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 ,はいなんかもうお仕事ほんといろいろやってらっしゃいますけどそのお仕事以外、はいうん、もう他に何かやってみたいことってあったりするえっとね、うん、仕事的なことはまあ今やってるアーティストたちをとにかくこう日本だけじゃなくて海外に、うん、でライブやってとかっていうことやってみたいなとは思うんですけど、うん、プライベートなところで言うと、うん、僕ラーメン好きなんで、うんうん、ラーメン屋さんを。うん 作るとか、焼き鳥屋さんを作るとか、そういう飲食やってみたいですかね。え飲食経験あるの?。いや、まあ、ちょっと多少はそのバイトレベルではありますけど、まあ、そういうのは嫌いじゃないかな。あと一口馬主とかになりたいな。一口馬主。馬、馬主。馬主とかになりたい。ああ、それ面白い。で、週末は、あの、週末じゃないか、あの、川崎に競馬場あるじゃないですか。川崎出身なんで、川崎競馬場とかこう行って、馬でもこう見て。 ローは楽しみたいですね。ええ、辛いタ麺とか食べるの。それはあれでしょあの、川崎のね、ニュータンタンメンって、実はそれ、僕川崎出身なんですけど。川崎の北部の方なんで。あんま店がなくて、あれ南部の方にいっぱいあるんですよ。それは、三四年前のベイキャンプに行ったケータリングで初めて知って。川崎のソウルフードなんですかって、ちったの人に聞いたら。お前、川崎だか、知らねえのかよ、みたいに言われて。マジで知らなかったです。みたいな。それぐらい知らなかったです。辛いタン麺は。 ねえ名古屋の台湾ラーメンって台湾の人は食ってないもんねそうかっていう話と一緒じゃない今日まさにさっき店の話してたんで今ぶっッきとした俺のこと見てる店美味しいねでも飲食向いてそうそうですかねそのオーナーとしてみたいな話じゃなくてそのお店にいる前提であごめん俺店に立つつもりはないマジ 友達と遊び隅っこで隅っこでコミュニケーション能力が高いからすごくそういうなんか向いてそうな逆にお酒が入るお店とか焼き鳥屋とかやってカウンター入ってたらお客さんとか話したいのに俺が一人で喋ってそうな気がしてなんか逆に人からうざがられそうで怖いっすねたまに行くみたいなその古賀さんのミルクバーとか古賀さんもいるあんな感じでね飲んでるみたいなねいいよね なるほどです、ううん、そんなこんなでですねお送りしてきたですね UKP ラジオも、ですねそろそろお別れの時間ですよ、今日で最終回みたいな感じになってますけど、あっという間たあっという間だった、あっという間に、やっぱり飲み屋さんであっても、こういう話、伺わないから。 うん、とても新鮮でした、ね、俺もこんな話したらしないですよそうだよね本当 <laughs> <laughs> ありがとうございました。ありがとうございました感想や質問などぜひハッシュタグ UKP ラジオをつけてつぶやいてください UKP ラジオのツイッターアカウントのトップに固定ツイートしているリンクからメッセージを送ることもできますのでぜひこちらもご利用ください UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤光一とポリシックスふみがお送りしました